ダメだ。ジャンプってアニメ、ね、アニメの名前ぐらい進むんですか。目かゆ。目かゆしたらやっぱり。目かゆ。そう、守ったんだこれ。変なの取りすぎてるか、その海外なんで。やっぱり最後も入ってない、おしっこ見てない。あ、 T シャツ持って人いますよ。いた、いた。T シャツ、T シャツ何人かいた。甲府のバン君。バン君買ってくれてたからね。あぁ電池が取りすぎた。どこか頭触るな。終わった。ケイタ君の足危ない。ケイタ君の足危ない。600万だ。600万まで。あ、500万までだったらないか。500万まで。なるほど。ハリアじゃね。いやハリアかね。ハリアかね。俺もハリアかもしれない。これアルファードです。一回乗ったからプラトかな。いただきます。どうぞ。アルファード。残り。さあ始まりました、田中圭太の YouTube、解説チャンネル。飛行機内で編集するためにここに iPad があります。なるほどなるほど。揺れたらええのに今日も。Dear passengers, the doors have now been closed.一人だけどツインです。今日の晩御飯
今日はアウェーで YSCC 横浜と試合です。開幕苦しみながらも勝って、またアウェーでポゼッションが上手なチームなんで、しっかりプレッシングかけて、僕らの皆さんも主張できるように、しっかり準備して戦いたいと思います。今日もこの間以上にハードワークして勝ち点3取って帰りたいと思います。いい準備します。そこだふと今日やりました。田村です。もちろんやりました。田村です。ダゾンでも言いました。田村です。10得点1アシスト。やりました。健太郎です。みんな大好き健太郎です。あ、なんか恥ずかしい。恥ずかしい。いつも好きやのにそんな。めちゃめちゃ好きやのにそういうの。自宅に帰ってきました。今日の試合は3対1で勝ちました。前半先制されて、なかなかチャンス作れなくて苦しい展開でしたけど、後半ゲームひっくり返せて良かったと思います。自分のプレーではいろいろこうもっとやんなきゃいけないことだったり修正しなきゃいけないことたくさんあるんで、また映像見直してしっかりトレーニングに励んでいきたいと思います。チームの結果としていいスタートが切れたんで、また来週に向けてしっかり気を引き締めてトレーニングやっていきたいと思います。今日もたくさんの応援ありがとうございました。